おっす、みんな。昨日は2本投稿したけど、今日もちゃんと12時に投稿するぞ。褒めてくれ。そんなわけで今回はスタービルドストライクガンダム視点だ。新機体の3000コストということで、まあこいつもまたね、いろいろと注目されてきたと思うんですけども、とりあえずこれで当チャンネルだと新機体は全部出したかな。よしよし。さて、こいつの機体性能についてなんですが、まあこいつを使う前ね、まあ仲間内だと、まあ割と強いとかかなり強いとかね、結構ポジティブな意見を聞いたので、なるほどなるほど、じゃあサクッと取るかと思ったんですけども、まあ、自分が使った、まあ、最初に使った感想だとね、いや正直そんなに強くなくないかなみたいな。あの強化が強いのはわかるんだけど、通常時がねあまりにも拷問すぎる。3000コストの性能ではないよねって言って、まあ、これがある限りさすがに強いはないでしょうってね思って、まあ、周りの意見に対して割と半信半疑ではあったんですけども、あの昨日で自分この機体大体50戦ぐらい使ったんですよね。まあそんだけ、まあ使い込めば使い込むほど、あーなんか他のやつらが強いって言ってた理由が分かってきた気がするってね、まあいろいろと気づけたのでね、えこの機体せっかくの新機体、人気タイトルからの人気機体ということで、こいつを使って勝ちたいって人は5万といると思うんですよ。でもなかなか難しい、勝ちきれない、勝ち悩んでる方にね、ぜひ今回の動画でね情報共有したいなと思います。まあなるべくわかりやすく伝えるつもりだから、あとかっこいい技が出るコマンドとかもね教えちゃう。それじゃあまあ早速この機体でね勝つために大事なこととかをサラサラっと言っていきましょう。まずこの機体ね、コンセプトからの理解から始まんなきゃいけないわけですよ。個人的にこの機体はね、ガツガツ前に出て戦うのではなく、特殊射撃のディスチャージ、これをねいかにガンガン回せるかみたいな、そこがすごい重要になってくると思うんですよ。戦い方としては本当細部は違ってくるんですけど、マキオンの FX みたいな、まあ、そんな感じでかなり時間をかけて戦わせてくれれば進化を発揮できるって感じですかね。まあ、かなりね相方負担がでかい機体です。その強く戦おうとすればするほど。じゃあ次はどうやって特殊のね強化をガンガン回していこうかってなるんですけど、残念ながらこの特殊のゲージはただ待ってるだけだとね、そんなに溜まるの早くないんですよ。まあだからこっちでいろいろ世話をしてやる必要があるわけですね。まあその方法が3つほどあるわけなんですけども、まあ一つは格闘チャージですね。画面外からガブスレイがビームを打ってくれるので、まあ、それをアブソーブシールドで吸収してビームを全部受け切ることに成功すれば特殊のゲージが100になるわけですね。その他にも覚醒技を発動するとね、また特殊のゲージが100になったりするので、まあ、そちらもね用途に合わせて使った方がいいでしょう。でもう一つね、これ重要なんだけど、普通にビーム攻撃をシールドしてもゲージは溜まっていくんですよ。これね、知ってるか知らないかだとね、溜まり方が天と地ほどの差ありますからね、特殊の回転の仕方とか全然違いますよ。まあ、とりあえず、まあ、このね3つの溜め方を覚えておいて、どれだけ特殊のディスチャージスピードモードを回数使えるかってところがね勝敗に関わってくると思うので、まあ、ぜひねこれらを覚えて帰ってくださいみんな。じゃああとは対戦見ながら強化後のね立ち回りだとか、かっこいい技のコマンドとか語っていきましょうかね。さあ対戦の方はちょうど特殊のディスチャージスピードモードを使って、さすがにねこの携帯めちゃくちゃ機動力速いんですよね。まあこれでどれだけ粘れるかって感じだが、ここで強化が切れてしまうと、まあここからね相方狙われやすいので、まあ懐に潜って格闘と行きたかったが、大型フィンファングが妨害してくる。一度離れてから格闘チャージガブスレイのビームをガードしきってゲージを貯めていく。ディスチャージスピードモードで強化に入って、この携帯だとね、まあ、大体チャージのスターファンデルをねいろいろと指導にした方がいいですね。普通にファンデル系として技が優秀なので、ここはかっこよすぎる。ハイパービルドナックル、この今作さ覚醒技中にカットインが出るようになったじゃないですか。ビルドストライクね、カットインが出るタイミングめちゃくちゃかっこいいんだよね。いやー、眼福眼福。さあ相方にリボンズガンダムが迫ってるので、横角前派生上に持ってって叩き切ると、さあ相方の方に向かいつつドレッドノートにディスチャージライフルモードですね。
これ強化中に特殊射撃で発動する技なんですけども、まあ、N で拡散、レバー入れで今みたいなゲロビですね。まあ大体レバー入れの方が使いやすいから、まあこれ使ったら強化が終わっちゃうので、まあ使いどころはしっかり見定めてぶっ破するように。さあ3戦目の対戦相手がフルクロスとスターゲイザー。フルクロね、今作なんか打倒に強キャラっぽいですね。さあ格闘チャージ、ガブスレーのビームを受け切って、もう後ろからめくられるのはね一定仕方ない、まあ、多少食らってでもこの強化形態に入っていきたい。スピードモードね、やっぱもう名前にたがわずめちゃくちゃ速いですね。さあビームキャノンをフルクロスに一発当てて多少剥がしつつ、まあ、どこかでね、まあ、この機体後ろ格闘のブライニクルブレード、今ぶん投げたやつなんですけど、これねこれもかっこいいんだ、技が。技っていうかシチュエーション通過ね、敵の、まあ、武装をね使って反撃する技なんですけども、まあそれがね今作だと強武装になってて嬉しい限りです。さあ後ろ角ニョキッと伸ばしてスタンを取ってから手堅くダウンまで取っていく欲張り仕様、出た出たボンバーマン。あのスターゲイザーさ、今作格闘をチャージできてプレッシャーみたいにバコーンってやることができるんですけども、あれ強いよな。どうやって避けよう、あれガードでき、いやさすがにガードできるか、まあ割とそこら辺ね強要武装と考えるとなかなかまがまがしいものを感じますが、さあディスチャージ、スピードモード発動してとりあえずその速度を生かして敵から離れていって、相方がめちゃくちゃ苦しそう。さあここでバーストクロス合戦、かっこいいね演出が。スターファンデルから本当に優秀。そしてビルドナックルハイパー、かっこいい、これ本当にかっこいい。で結構狙えるんだよね、カット体勢はそんなにないんだけど、まあ、結構ささっと終わるので。そして名人のダークマターをほふったダブルビルドナックルもねしっかり完備されてます。強化中の N 特化です。これもかっこいい、かっこいいけどもなんだろうな、最初に振った時もうちょっとこうトラバの流星螺旋剣並みのあれを期待したんですけども、まあ、そこまで直出しする分には強いとは思わなかったね。まあ、最初のスーパーアーマーを使ってゴリ押すって感じかな。さあ復活してリスポーンして即覚醒技ぶっぱで強化ゲージを貯めて相方を助ける、まあ、なんとかサーベル、そして相方のビームガンかな、そいつも手伝ってフルクロスを落として終了。いやー派手ですね、とにかく。おこの勝利ポーズは世界大会決勝勝った時のポーズですね。しっかり右目左目右目か潰れてます、素晴らしい。さあラストの対戦はホットスクランブルガンダムとフェネックスですね。まあさすがにフェネックスよく見る新キャラっていうこともあってね。あとねホットスクランブル特殊格闘にマーキュリーレブっていうねそういう新しい武装が追加されたらしく、ちょっと自分ねアメイジングレディは履修してないので気になるんだよな。さあ開幕、格闘チャージを使って特殊射撃、ディスチャージ、スピードモードを発動させて強化形態、まあ、とりあえずさっき言った通りスターファンデル、そして横サブ射撃、なんか F91 のね横サブみたいな感じのやつが追加されるので、まあ、とりあえず中距離はそれで食っていく感じですかね。ダブルビルドナックル拳引き抜き、かっけーと思ったら強化形態が終わってしまったので、まあ、再び、まあ、敵のビーム攻撃待ちですかね。まあさすがにこうもうちょっと時間経ってくるとね、あいつビーム攻撃待ってんなみたいな感じで、まあ、盾固めされる可能性もあるので、まあ、そこら辺も含めてこの機体のやり込みですかね。さあメインから特殊格闘、ビルドナックル2発当ててホットスクランブルダウンを取って格闘チャージを貯めてどこかで貯めていきたいが、さすがに敵がそれを許してくれない。格闘特化化成、最後にビルドナックル特化化成、かっこいいよな。ちょっとね入力少しだけ難しいから、まあ、ちょっと練習しておいた方がいいと思います。さあここはホットスクランブルのファンデルを盾するが、まあ、もうちょっと待ってもよかったかな。まあ多少はホットスクランブルの猛攻耐えて、ここは後ろ格闘をニョキニョキと出すが、ここはだらしない。まあ、後ろ書くと割とね、自衛とかに使えるので、まあ、ただでさえ貧弱な通常形態の時に、まあ、そいつを使って自衛するって感じですかね。さあ、早いぞ、強化形態。
フェネクスに向かってブライニクルブレイドセット、しかし当たらず、ここは覚醒を吐いてホットスクランブル、ビームから覚醒技を欲張る、ハイパービルドナックル、突き抜けた、かっこよすぎる、かっこいいしか言ってないけど、かっこいいんだ、仕方ない。覚醒技を打ったことによってディスチャージスピードモードが溜まっているので、そちらも使っていく。まあここら辺やっぱ強いなって感じますね。ちゃんと回せる、強化を回せてると。ホットスクランブル、ブーストを使わせてビームからスターファンデル、ビームで手堅くダウンを取っていく。まあ、やはりね、敵を動かす能力、スターファンデルかなり強いので、さっきからブライニクルブレイドがあまりにも雑すぎる、ダークマターも草葉の陰で泣いている。そんなことは知ったこっちゃないと、アブソーブシールドにせっせこビームを吸わせて強化をガンガン回していく、かなり理想の回し方である。スターファンデル、フェネックスに当ててカバーリングバースト、受け身を取らせてから一旦下がってブライニクルブレイド、今度は当てていく。ダークマターもこれはにっこり。そんなわけで3000コストスタービルドストライクの視点でした。いかがだったでしょうか。この機体の勝利への鍵は、とにかくアブソーブシールドにひもじい思いをさせないことですかね。まあちょっとね、その今回の今作の新機体フラウロス以外、一癖ある機体がね、2体いるので、まあ、ちょっとみんな困ってるかもしれないんですが、まあ、その時はぜひね、私の動画を見て、だいたいこんな風に動かすんだろうな、みたいな感じで役立ててくれれば嬉しいです。そんなわけで本日はここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。